三日三章下115番です。이제곧성탄첨등식에당장님께서입장하시겠습니다まもなく道会場先生が入場されます찬양을한번더해주세요もう一度賛美します韓日参照歌109番です韓日参照歌109番です ただいま道会場先生が入場しておられます
牧者と一緒の幸せなクリスマスイルミネーションライトアップ式です。ただいまより2017年クリスマスイルミネーションライトアップ式を始めます。神の一人子イエス様は今から2017年前、人類を罪と滅びから救うために天の栄光を後にしてこの低い低い地上に人となって来られました。十字架につけられるまで私たちを愛されたイエス様のご生誕をお祝いします。この良い知らせを伝えるために本行事はGCN の放送を通して世界各地に生中継されています。ライトアップ式のために開始を代用してジョーデイ牧師が祈ります。地獄に높은곳에서는糸高きところには神に栄光を捧げ、この地上には平和がありますように。ダビデの町にイエス様がお生まれになりました。その方が私たちの救い主であると聖書にあります。ハレルヤ。私たちを救うためにこの地上に来られたイエス様、そして神様に感謝します。私たちの牧者と一緒にライトアップ式に参加できるように祝福してくださって感謝します。昨日まではとても寒い日でしたが、今日は暖かい日を与えてくださり感謝いたします。今日牧者を通してたとえ言葉を聞くようになるでしょう。私たちの心に刻まれるようにしてくださり、牧者が伝える話、お話が世界の各地まで伝えられるようにしてください。牧者の初めの声を通して伝えられるようにしてください。牧者が伝えてくださるメッセージが私たちに命になるようにしてくださり、 GCN の放送を通して全世界のあちこちに伝えられるように祝福してください。司会しているギジェシ先生を支えてくださり、特別賛美をするハンジュギョン賛美選挙士を通して栄光をお受けください。このライトアップ式のためにロークしてくださった全ての生徒の皆さんに祝福してくださり、私たち今日集まって道会と先生のメッセージを聞きます。主が来られたこと、主がお生まれになったことを私たちが喜びながらライトアップ式に参加するようにしてください。悪の勢力を退けてください。闇の勢力を退けてください。牧者が持っておられる神の力を通して、初めの声を通してこの時間守ってくださいますように感謝します。栄光をお受けください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。次は今日のハイライトです。生徒の皆さんが新しいエルサレム牧者の城本体1階と2階の間入場と叫ぶと、道会女先生が一緒に行きましょうと叫んでライトアップのスイッチを押します。では一緒に叫びましょう。新しいエルサレム牧者の城本体1階と2階の間入場、一緒に行きましょう。神様に全ての感謝と栄光をお返しします。2017年クリスマス外部イルミネーションテーマは空間です。本聖殿の上はハート、イエス様のご生誕の絵、五弁の花、虹で飾りました。
そして十字架塔は27本の光、そしてトンボで飾りました。教職者会室の壁には9メートルの雪の空間を作り、父修復者の愛を意味する多様な色の花とオーロラの光で飾り付けました。大型ツリーには1万余りの電球でオーロラの光を表現し、本聖殿と第二聖殿の入り口には父修復者への愛のハートで飾りました。きらびやかな光として私たちに来られた主に、私たちと一緒にいてくださる牧者に感謝します。すべての感謝と栄光を父なる神様にお返しします。ハレルヤ。特別賛美があります。芸能委員会の副委員長ハンジュギョン賛美選挙師です。芸能委員会の副委員長ハンジュギョン賛美選挙師は、死の前で同会女先生の力ある祈りを受けて癒された後、感動の賛美で栄光を返しています。私たちのためにこの地上に来られたイエス様に感謝します。感謝の心を込めて賛美を捧げます。聖誕、主に礼拝。愛する聖徒の皆さん、メリークリスマス。愛する父、主よ、メリークリスマス。先生、メリークリスマス。愛する生徒の皆さん、幸せなクリスマスになりますように。メリークリスマス。メリークリスマス。
愛する道会女先生がクリスマスイブメッセージを取り次ぎます。ハレルヤでお迎えしましょう。ハレルヤ、はい、メリークリスマス。はい、私は今半分 目が見えない人のようになってます。この前の方もよく見えませんね。もういわゆる半分盲人のようになってます。後ろもちょっと私は今よく見えませんが、はい、とても人がたくさんいると言われましたね。今日もいろいろ面白いことがあるでしょう。さっき道会女室で言いましたけれども、今日は神様が本当にこのようによく天気も一番適切にしてくださいました。昨日までおあつらえの天気のようにしてくださいました。最近韓国のソウルは全部マイナス10、12で半川が凍ったんですね。そして私がいる祈りの家はマイナス17度まで行って、実際私たちが感じるのはマイナス20度ぐらいにまで行きました。で、半川の場合は冷夏の温度13度ぐらいが3日4日ぐらい続くとそれが凍ってしまうんですが、今週がそうでした。そんなに寒い週だったのに今日だけこんなに暖かくしてくださったんですね。今日だけ、はい、どんなに感動的な感激的なことですか。神様が、私たちの神様がいつも私たちの教会に働いておられるということです。気温も調節してくださり、台風や天気、空気、風など全てを神様が働いてくださいました。今日も間違いなく今1.5度ぐらいですね。 1.5、昨日までマイナス10度以上でした。でも少し例えばこんな天気でも風が吹いてくるともっと寒く感じるでしょう。でも今風も吹いてません。それでこの野外の行事なのにとても皆さんが本当にもう適切にここで行事できるように、どなたがこうしてくださいましたか。私たちの父なる神様です。昨日も教会の上空にも牧師館にもまた祈りの家の上空にも虹を見せてくださいました。いつもそうですが、どんなに感謝でしょうか。皆さんはこんなこと全てを直接今見ておられるでしょう。そして私が祈りの家から帰ってきましたので、これからは霊の世界について皆さんに伝えようと思っています。霊の世界はどのように作られているのか、それからこれから私たちが行くべき天国、新しいエルサレムなど地獄のことは除いてね、それについて説明したいと思います。すると皆さんそういう説明を聞くと、ああそうだ、私たちの目には見えないけれどもこの霊の世界は直接あるんだということを皆さんは、もう一度感じるようになります。皆さん実際私たちの目に見えるものは虚しいことです。実際私たちが天国に行けば永遠になくならない実像というのがあります。今実際私たちが見ているのは虚像です。虚像、実際のものであります。今目に見えるけれどもこれは全部虚しいものです。なくなるものです。時間が経てばこれはなくなって朽ちてしまうものです。人間もそうでしょう。しかし私たちが永遠に生きる永遠の命があるところ、天国、そこが実像です。そこが霊の世界です。ですから私はこれから機会があれば霊の世界について皆さんに説明していきたいと思います。私たちはこのように虚像を信じるのではなく、実像、永遠の命があるその霊の世界のこと、それを信じなければなりません。今日も神様がこのように私たちに感じさせて見せてくださいました。昨日までマイナス12、13度ずっと続きましたね。でも今日はこのようにプラスの気温にしてくださいました。
これはいつも私たちが体験していることです。数日前紀藤院長先生が紀藤院長先生の70回の誕生日でした。その日も選手でしたが、その日だけ選手も全部寒かったんですが、その日だけ暖かくしてくださいました。どうしてそうしてくださったでしょうか。紀藤院長先生の信仰の計りは信仰の5段階全く聖なるものとされて、その中に入って25%、30%になってます。信仰の計りが5段階の 30% に今至ってます。でするとマグダラのマリアや乙女マリアは5段階の 99.99 ですね。それに向かって今走っています。ですから今若返りしているのではありませんか。そして一度も具合が悪くなったり病気になったりして病院に行ったこともありませんね。70回の誕生日を迎えたのに今とても元気です。それを皆さんが直接見ているのでありませんか。ですから私はこのようなことを口で言うだけではなく実際の証拠を皆さんに見せているのです。ですから皆さんこんなことを体験したので、この霊の世界について知って信仰のないものではなく天国への希望を持って列車に走っていく皆さんにならなければなりません。今日金曜徹夜のメッセージからこのような霊の世界について伝えたいと思いますので、皆さんお楽しみにしてください。はい、皆さんもっと熱く神様を愛して主を愛して御父御子御霊の三位一体の神様を愛する皆さんになりますように。はい、ありがとうございました。そして韓寿元宣教師の賛美ありがとうございました。司会者の先生も、そしてこの行事のために使えてくださったすべての方ありがとうございました。はい、メリークリスマス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 。사랑하는목자님감사합니다。愛する先生ありがとうございました。最後に全世界の GCN の放送視聴者の皆さんに、韓国ソウル万民中央教会の生徒がクリスマスの挨拶をお送りします。生徒の皆さん、私がまず叫ぶと後でメリークリスマスと力強く叫んでください。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。これで2017年クリスマスイルミネーションライトアップ式を終わります。ライトアップ式のために労苦してくださった方々に感謝します。また参加してくださったすべての方に感謝します。
이어서 찬양과 경배가 방송됩니다.